国領水なし月祭り道籠流し灯籠流しは死者の魂を弔って灯籠を海や川に流す日本の行事。灯籠流しや灯籠流しとも表記する。一般的にはお盆の行事送り日の一種であり、夏祭りや花火大会などと合同で行われることが多い。しかしながらお盆時期についての解釈が地方によって異なることや、 特別の追悼行事として行う場合もあり、日本全国で一斉に行われるわけではない。また、灯籠流しを行わない地域も多い。ひな祭りの原型とされる流しビナの行事との類似性が指摘される。1970年代に入ると、海や川の汚染が問題になり、灯籠をそのまま流すことを中止する地域も現れた。1972年には、 琵琶湖で中止になったほか、1973年には静岡市の共栄川で中止となった。自治体が放流を禁じている例もあり、その場合は川の下流などで灯籠を回収したり、河川敷や海岸に集め回収することになる。しかし、費用の問題から狭い範囲で実施することで回収を容易にしたり、回収せずにそのまま流したりする例もある。 2018年6月1日夜に石川県金沢市の金沢百万国祭りの一環で行われた灯籠流しで約1200個の灯籠を川に流したところ密集した灯籠に火が燃え広がり約600個の灯籠が燃える事態が発生した消防によって10分後に消し止められ怪我人はいなかったという川裾祭りでの灯籠流し花火大会が 同時に開催される場合が多い。風情かゴミか灯籠流し、朝日新聞昭和44年6月24日、夕刊、三版11面川に流した、灯籠600個燃える、加賀友禅灯籠流し、金沢永平寺大灯籠、流し、日本夜景遺三認定プロジェクト、2021年8月18日、閲覧。ありがとうございます。